アキラの陶芸ギャラリーです。今回は第75回創造展、私の作品の出品作をお見せいたします。創造展は毎年5月に開催されます。東京都美術館で開催されます。部門として洋画、日本画、染色画、染色織物、彫刻、陶芸、商品となっております。私は当然ですね、この陶芸部門に出品いたしますし、現在私は陶芸部門の審査員になっております。創造の陶芸はですね、部門的にですね、ここに書いてあるんですが、陶芸の場合はですね、一般の大きさと、それから茶陶部門が、あります。お抹茶ジャンですね、こういうお抹茶ジャンも出品できる展覧会です。出品規定ですが、公募の規定ですね、日本画、染色、彫刻、陶芸、商品、展示は東京都美術館の2階、1から3の展示室です。上野公園にあります。午前9時半から午後5時半ですね。5月の20日から27日まで。陶芸の出品規定ですが、大きさに制限はありません。それと茶陶部門ですね、茶陶部門につきましては、茶碗、水差し、茶入れに限る。この茶陶部門は3点に限られます。最優秀新人賞には5万円の賞金が出ますね。出品料は1人2点まで7000円です。25歳以下は無料となります。今回出品するです、陶芸部門に出品する大きな方の作品です。焼き締めしのぎて壺という題名で出品いたします。これは薪窯で、私の窯で三昼夜焼いております。しのぎてというのはですね、このように文様を掘って、このような鉄のナイフで曲線を私はこうしながら、掘って、いきます。上の方はこのような文様になっており、壺の花を刺すですね、ところが全部で、3箇所あります。側面を見ていきます。側面はまたこのように見ますと、ちょっと違った形になっていきます。
この作品は窯の中で一番正面の方に置きまして、こういうようなところが灰かぶりと言います。火の一番強いところと薪が飛んでくるところだもんですから、気をつけないと作品に当たって作品が破損します。大変、このように、しのぎをやりますと厚さがですね、厚いところと薄いところができますので、ひびをいく場合が結構多いですね。完成度はなかなか低い格好になります。まあ、このようなしのぎ手をですね、花入れや大皿や、またですねコーヒーカップとかぐい飲みとか湯飲みとか、そういうような日用品までやっております。大きさはだいたい横がですね、38センチ、まあ40センチちょっと切れます。高さがですね32センチぐらいですね。これ以上大きいのをいくつか作りましたが、どうしても薪が当たってですね、破損したりしまして、まあ、これが最後に残りました。これはちょうど後ろですね、真裏です。先ほどの方がですね正面ですので灰かぶりしております。こちらはですね、火炉、いわゆる炎で焼かれたですね、色が出ております。上の方にですねこういうのがね灰をかぶったところですね。まあ、このような作品となっております。次の作品はですね、最近、私がこのコロナ禍 で、なかなかですね、工房より外へ出たりなかなかできないということで、これは自宅で、自分の工房じゃなくて自宅で、作っておりますが、石装泥彩、井戸茶碗です。石装泥彩ということで、このようにですね私の作ったオリジナルのですね、化粧泥をですね何重にも重ね、何重にも重ねた後をですねこのような傘の骨を利用したナイフですが、これでろくろで回転しながら削っていきます。削る深さによってですね、幾重にも重ねた色がですね、違って色が出るようになっております。ろくろ成形がよほどうまくいってないとですね、このように綺麗な色が現れてきません。
私はですね、このように、独自のものを生み出そうとして、いろいろですね、研究しながらやっております。今回はこの作品がですね、公のところに、積層泥砕が公のところに展示されるのは初めてになります。化粧泥の開発から、いろいろ試行錯誤しながらこのようなきれいな色が出るようになるに2年半ぐらいかかっております。作品点数としてはですね、200以上作ったかと思います。それではですね、陶芸の方はですね、まだ審査がですね、13日だもんですから、どのくらい作品がですね出てくるか分かりませんが、大体入選が大きい作品がですね、こういう作品が、まあ、100点ぐらいですかね。それから、まあ、お抹茶ジャンがですね、まあ、2、30点。お抹茶ジャン、水差し、茶入れですね。会場はですね、かなり広くてですね、日本全国のですね、いろんな作家さんの作品が集中して、見れると思います。私も会場に23日はね、1日、会場当番として、詰めておりますのでね、見に来ていただければね、ご案内をいたします。作品説明もですね、やりますのでね、会場に来たらですね、荒川と指名していただいて、どこにいるか、ね、会場の人に聞いていただいて、それで、YouTube 見たよって言っていただければですね、会場ご案内して、それで、いろいろ説明もさせていただきます。ぜひおいでください。それからですね、まあ、荒川明のね、陶芸ギャラリー、いろんなことをね、陶芸関係、それから私の個人的なですね、もの、これから私の作品もまだあんまり見せておりませんが、そういうことをやっていきますのでね、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。